どうもお二人おはようございます。おはようございます。いよいよ外ですよ。はい、来ましたね。はい、俺はもう走らせたいんで早く。はいはいはい。そうですね、私の感想としては、うん、まあ、雨降らないかな今日と思ってたんですけど、降って欲しかった系の人中止にならないかなみたいな。ランニングクラブですてるてる坊主逆さにする人これの撮影の前は毎回やりますひでえやついる、ひでえやついる。いよいよですか、ウェアも。はい、着替えてね。着替えて、うん、はい、走るだけです、あとは。はい、走るだけ。やっとそのランニングクラブっぽいことが確かに、そうですね、やってきた。この事務所の隣にあるね、神南、我らが渋谷区神南の、はい、そうです。これもホームコートといっても過言ではないですよね。そうですね、ホームグラウンド。ここスタート多いかもしれない。北谷公園。はい、北谷公園、はい、ここでね、我々事務所もなんかフリーマーケットとかね、いろいろやってますからね。はいはいはい、今後いろいろヨガのイベントとかもやるらしいっすよ。あ、そうなんすね。だから俺らの番組でランニングのなんかさ、イベントとかもやれるようになったらいいっすよ。ランニングクラブ人集めて。そう、うわぁ、かっこいい。これからだから本当にそのランニングクラブ、うん、ギナランニングクラブに入りたいって人増えてくるかもしれないですか。やばいじゃん。やばい、増えちゃう。最高じゃん。部長、部長。そうです。いいね、かっこいい。かっこいい。それはかっこいい。今、副部長。かっこいい。やろう。やろう。いいじゃないですか。やりましょう。まずはちょっとその、神南ってどんなところなのかを、はい、うんうん、確かに確かに。まあ走りながらね、うん、行こうじゃないかってことなんで。交通手段はランニングですからね。そうです。はい、あの結構駅方面は人が多いので、うん、ちょっと、うん、なんて言ったんですか、こっちを、はいはいはい、こっちですね。こっち方面で。こっち方面行きましょう、うん、はい。じゃあ、行きましょう。行きますか、早速。はい、やっぱ今日は探索と散歩が、涙出てきた。涙きついの。いや、きつい。これね、あの次の回とかでもやりたいんですけど、やっぱ走り方とかもね、ちょっとやっていきたいなと思う。あの、そうですね、野口さんの走り方、膝悪くなりそう。そんな感じ。やっぱオリンピック用にさ、うん、ちょうど代々木、これ第一か、あ、第一、第二体育館並んでるんですけど、オリンピック用に改装工事が終わって、はい、まあオリンピック使われたんだっけ、そう、一応ね、中身はね、綺麗になってるんです。そうなんです。小木さん、ペース大丈夫ですか。ペース、今のところ大丈夫なんですけど、うん、一周ですよ。一周です。そう、ここら辺行きますよ。だからね、なんか番組の回重ねていくごとにどんどん変わっていくんでしょうね。小木さんも、なんか気持ちよくないみたいなマインドも変わりそうな気がするけど。そう、変わりそう。だって今もうこの後何食べよっかなって考えてる。いや、いいじゃん。じゃあお腹空いた。カロリーを消費して、はい、うん、その分食べてプラマイゼロ。ちょっと嫌だな、それ。飲んでよ。あ、ゼロじゃなくて嫌だな。ちょい前くらい。ちょい前。うん、でも1キロもあるかないかぐらいなんだよ。でもね、1キロあるかないかぐらいを走る方がきつい。え、なんで。なんかね、こう勢いに乗る、まあ、ゾーンに入るとか、ランナーズハイとか、まあ、言うじゃないですか。けどね、ちょっと時間と距離かかるんですよ。あ、そうなんだ。1キロ全力走れとかの方がきついっすよね、めっちゃきついっすよ。だったら10キロ流して走る方が楽ですよね。いやー、でも1キロの速いペースで走るのはすごい練習になる。練習になりますね。だからフルマラソンよりハーフマラソンの方がきついんですよ。ペースみんな速いから、なんかこうこういう木とか自然とかの元で走ると、まあここはねちょっと都会行っちゃ都会ですけど、自然の中入って走るとなんかこう先祖も思い出しますよね、元気さん。思い出しますね。思い出します、なんか。たぶん、なんか一瞬、やっぱナチュラル、うん、ネイチャー。ネイチャーをね。に触れると、うん、なんか、やっぱ昔ってこうだったんだな、みたいな。それ私にもその記憶ありますかね。ある、絶対ある。絶対ある。で、昔ね、あの、原始時代。はい、ま、マンモスとか捕まえて食べてたわけじゃないですか。マンモスの方が人間より足速いんですよ。ええー、いやいや、もう速い速い。だからどうやって追いかけて捕まえてたかって話ですよ。だってでかいし強いに決まってるじゃないですか。いや、間違いないでしょ。どうやって途中に走ったのか。走って追いかけてマンモスが待てるの待ってたんですよ。だから人間の方が長い距離走れるんですよ。だから
え、でも俺ら人間なんで、はい、その潜在能力があるはずなんですよ。なるほど。そう。それでも時代とともに変化してってないですか。もう退化だね、もはや。いや、退化をしてますよね。だからそれを呼び起こすために我々チンナンランニングクラブは走ってるわけですよ。ねえ元気さん。そういうことです。ね、自然に帰ろうっていう。そう。無理。そんな入った覚えないんですけど。フォーバックネイチャーですよ。だからなんか経営者の人とかよくなんか朝走ったりヨガしたりして、はい、から仕事してみたいな、うん、よく聞くじゃないですか、はい、それはやっぱ潜在能力を引き出すための、あ、それでこう思考が整うというか、あ、雑念多いんですよ今のこの現代。それはそうですね。そうですよ。なので走って今日やることなんだっけかなみたいな、あれもやんなきゃこれもやんなきゃってもう雑念にもう追われて、なるほど。そう、やるべきこと見失いがちじゃないですか。だから走ってシンプルにして今日はこれをしよう以上みたいな。もうそれも全部入ってきてないです今。今入ってない。やばいし。おじさん大丈夫ですか。何も入ってこないです。あ、お口はだけてます。お口はだけてます。来ました。お口はだけてます。無理です。もうお口が無理すぎる。はぁはぁ言いながらはだけてます。もうちょっと休憩ですよ。はい、もうちょっとで、ね、一回ちょっと休憩。もうちょっと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 歴史的なね、やっぱスポーツの歴史のところで。そう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 。どうですか、小木さん。3キロぐらい走りました。今ですね、約1キロ1キロ。1キロですよ。どうですか、この1キロラン、このウェアとシューズ。これのおかげで走れてるのかな、みたいな、うん、なるほどね。恩恵、はいはい、受けてるの分かる。いや、分かんないですけど、もっと走れないはず。あ、なるほどね。いや、ここまで休憩なしで走れたのは、はい、もうこれのおかげだなと思って、はいはいはい、おー、すごい。じゃあこれ、わかんないですけど、はい、ちょっと後ろちょっと見てもらっていいですか、はい、これ東京一陣南の、はい、木曜歴史ですよ。これ触っといた方がいいんじゃないですか、お二人。わかりました。本気受けました。本気受けました。やべ、世界記録出そうな気にする。パワーもらえる気に。どうでした？ハーフマラソン完走お疲れ様でした。ちなみにちょうど2キロ、ちょうど2キロぐらい。かける10だハーフマラソンは。マジで、うん、体感でもそれぐらいです。皆さんどうですか、プロは。ここからかな。全然今アップが終わったぐらい。アップぐらいですよ。大口さん、ちなみにやっぱ2キロぐらいまでが一番きついんですよ、うん、こっからから、うん、あのやっぱ心拍数がこう整うまで最初きついんですよ、うんうん、こっからちょっと楽になるんですよ。呼吸法とかがしっかりして、うん、あと今日ちょっと喋りながらだったんで、あ、確かに確かに、結構呼吸が乱れちゃうんですけど、普通に走ればここからちょっとなんかリズム乗ってきたっていう感じになってくるんで、どうです、この後ちょっと走りますか。どうぞどうぞちゃうが。行ってきてください。すいません、まだ2回目なんで。そうですよね、まあ本当に今日一発目に走ってくるんですけど、いかがでした。ちょっと神南のね、ちょっとした公園の周りを走ったんですけど、うんうんうん、いいですね、緑が多くてね。いい、うん、こんな、なんか神南を走ろうみたいなことって今初めてだったんですけど。そうですよ。いいもんですわ。ということで今日はね、はい、これで終わりましたんで、はい、はいはい、ありがとうございます。また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。大口さん、自主練しておいてください。自主練大事ですよ。あ、自主練、はい、自主練、自主練大事なんで、はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。